い、こんにちは。スプレアートエデンのベロちゃんと梅ちゃんです。ベロちゃん、ことわざって知ってる？ことわざ知ってる。知ってることわざちょっと教えて。千歩の道を一歩で始める。千里の道も一歩から。いや、本当の分かんなくなっちゃって俺ちょっと今調べてる。千里の道も一歩からだよ。長い道も最初は一歩目からスタートってことでしょ。そうだよね。はい、次。かわいい子た旅にさせろ。かわいい子には旅をさせろ。どういう意味？と、かわいい子に旅をさせろ、うん、で、かわいくなかったら旅はさせない。まあ、かわいいから、うん、人生のことは何も知らないから、うん、まあ、ちょっと海外行ってみて、うん、なんかもう自信を持ってもっと強くなれって感じえ、じゃあかわいくない人は？みんなかわいくない子はいない。あ、そういうことね。うん。一つは、イルカにハンバーガー。え？どういうこと？猫をかぶるイルカにハンバーガー。どういう意味？知らん。本物の顔を見せないで気持ちを隠す。ハンバーガーは？わからない。あ、じゃあどういう意味？イルカにハンバーガーはありえないでしょ。イルカがハンバーガー食べるのはありえない。だからありえないことが起こってるっていう意味。あれ、今度使う。短いからね、うん、ね。頭良くなったね、今日もね。やったー。っていうことで、ベロちゃんが頭が良くなったとこで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。イエーイ、アディオスアミゴ。